くりを、うん、
お味しますので10番でお呼びしますね。お待ちください。適切な分量をすくうため、
試作を重ね見つけ出したのが47個でした。そしてその穴の大きさや間隔は均一ではありません。これはご飯にタレがかかる時の特徴を考慮し考え抜かれたもの。丼全体にまんべんなくタレがかかるようにしたり、初代社長の松田瑞穂が仕込む具材とタレを7個を超えて乗せていく。ずっと牛丼は吉野家のスペシャルメニュー。吉野家さんなら一度は味わっていただきたい美味しさです。唐揚げ丼はテイクアウトも OK。 唐揚げ丼をそのまま定食にした唐揚げ定食も見逃せません。吉野家の唐揚げ丼、ぜひご賞味ください。
ね、